I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Morning. Hello, people. This is the continuation of Digimon Cyber Sleuth. Please enjoy. みんな。
無理しちゃダメだよ。
無理しちゃダメだよ。ここは逃げるよ。無理しちゃダメだよ。みんな、急いで。無理しちゃダメだよ。
行くぞみんな。続けていこう。行くぞみんな。みんな急いで。行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。ここは逃げるよ。無理しちゃダメだよ。
社上城エンタープライズとナイルコープとの間に上の許可を得ずに下の悪い子ちゃんたちが勝手にやった昔昔の話ではある、はなはだ遺憾なことであり、とっつ許されるだから、部長に課長に平社員、出入りのお弁当屋さんに至るまで悪事にほんのすみんなやめてもらっちゃいました。そうして、これからは私が CEO として直接会社、今までの組織をまるまるっと変えちゃって、私がダイレクトスピーディーな意思決定で、実は今日早速その第とっておきの大プロジェクトを発表しちゃおうかと思ってるんです。そうで、わーい、今の皆様の生活の基盤とも言える弊社の基幹サービスエデンの大幅アップデートです。今回のアップデートで、あんなことやこんなことができる、詳細はまだ秘密。でもでもエデンのアップデートをいち早く体験できる体験会を開催しちゃおうかと思ってるんです。絶対に参加して新生上城の誠意、そして新しいエデン。やられたよ。ええ、敵もサロンも見事に先手を打たれました。お前さんが手に入れてくれた調査資料をもとに上城の強制捜査に踏み切ろうとした矢先だ。上城側からこの件に関するリークがあった。内部告発という形でな。つまりこちらが追及する前に向こうからついに告白したということさ。うちの上層部はまんまと乗せられて、あらかじめ用意されていた証拠の押収とスケープゴートの逮捕で事件を幕引きにしちまった。推測の息は出ないが、内部告発自体岸辺の指示によるものだ。そしてこの会見も奴の巧妙な作戦の一部ってわけだ。マスコミに報道されて後手後手で謝罪や釈明に回るより自分たちから発表した方がはるかに印象がいいんだよ。しかも新 CEO の就任とエデン大幅アップデートの発表を同時に、世間の目を分散させるいい手だ。まさに岸辺劇場だよ。相手はやがり逆転の一手は岸辺君だが、デモンズに現実世界での、そうでしたか、京ちゃん。いや、あの、まったく人がマジ。おお、白峰ノキアからの呼び出しか。我々のことは気にせず行ってくるといい。ウサギを見て犬を放つという言葉があるだろ。今は打つ手がない。相手の出方を待ってみるのも一つの作戦だ。また女子君の能力に頼るしかないな。まったくあの子は京ちゃんの親父さんが与えてくれた天の助けってやつかもしれん。でも少し急いだ方がいいかもしれません。ん？あの体をいつまでも維持できる保証はないですし、もしも上城が病院にいるあの子の本体に気づいたら。
ただじゃ済まさないか。あるいは。は？ひょっとしたら、あえて泳がせているのかもしれません。とっくに気がついているのに、ね。だから悪いことにデジモンを利用するハッカーたちをこれ以上ほっとけないっての。あ、遅いよ。君はもういっつも遅い。なんで？ほっと決まってるじゃない。おいおい、ずいぶん。この前クイーンに負けた時か。だから私、悪いハッカーたちに対抗するためにテイマー集団を結成しようって。テイマー集団？二人とも、ジュードっていうハッカーチームのこと知ってる？ジュード？ちょっと待って。さすがあなた、ジュードのメンバーはハッカーの。だから、ジュードの元メンバーとか同じ考えを持ってるハッカーを集めて強力なチームを作る。その名もリベリオンズだ。どうどう、すっごくいいアイデアでしょう。ネーミングも、もちろんリーダーはあなただよ。っていうか、あなたしかいない。ああ、だってあなた優秀なハッカーだもんね。あ、君も参加だからね。大丈夫大丈夫。決まりー。チーム名はリベリオン。断る。え？ここ断る？なんでなんで？どうしてどうして？あ、ひょっとしてリーダーっていうのが不満？なんなら。オタクのごっこ遊びに付き合ってる暇はねえんだ。ごっこ遊び？俺はあのイカれた病気の原因を探るのに忙しい。勝手にやってろ。おい、オタクもこんな奴に付き合ってる場合か？ちょっと話があるんだ。後で新宿に来てくれ。待ってるぜ。何よあれ、感じ悪ぅ。いいもん、仲間になってくれなくったって勝手にやるもんね。え、うん？なあ、あいつから話。京子さんに。ああ、あいつはこの中だ。うぜえのも一緒。さっきは真剣な顔して。あ、いい。おお、腹減ってんの？そんじゃまたな。
一度事務所に戻って行き先を報告。了解。じゃあクーロンで。おや、リベリオン、何を言ってるのかサプ。またよしケース、今は相手の動きを待つ。こんな時は友、何がどう巡り、情けは人